皆さんこんにちは。和光堂の栄養士で増田です。今日はカルシウムがたっぷりと取れる鶏ささみを使った野菜シチューをご紹介したいと思います。今回はこのレーベンスキッズを使います。このレーベンスキッズミルクにはカルシウムや鉄分がとてもたくさん含まれています。特に3歳ぐらいのお子さんになりますと、好きとか嫌いという食品が出てきますので、栄養が取れにくくなる時期になります。ぜひね、こういうものをうまく使って日常で取れるように工夫してみてください。ではこれからね、作り方の紹介をしたいと思います。まずはこちら、鶏のささみ 30g ぐらいになります。こちらですね、なんか白い筋がありましたら白い筋をきれいに取ってあげると赤ちゃんはとても食べやすくなるかと思います。次に火を通しやすくですね、少し切れ目を入れておくと火が通りやすくなります。次にこちら、人参と玉ねぎとブロッコリー、彩りにパセリを使います。まずは人参から。人参はもう3歳ぐらいのお子さんになりますので、少し大きめに切ってあげてください。大きめに切ることによって奥歯で噛む練習になります。ただあまりね、噛む練習ができてないお子さんはもう少し細かく刻んであげても構いません。次に玉ねぎになります。玉ねぎも同じぐらいの大きさに切ってあげると食べやすいです。あまり小さくしすぎますと3歳のお子さんはすべて飲み込んでしまいます。噛む練習になりませんので、ぜひ大きく切ってあげてください。ブロッコリーはここですね、この花の部分を切ります。この茎の部分は少し小さく切ってあげた方がいいでしょう。で、こちらのパセリは最後に彩りになります。なので細かく刻んであげるととてもね、綺麗な彩りになると思います。はい、こんな感じになります。ではこれからですね、鶏肉と野菜を茹でていきたいと思います。鍋に適当なお水を入れて沸騰したら、鶏のささみのお肉を入れていきましょう。中までね、火が通るまで、じっくりと入れてください。鶏のささみに火が十分通りましたら揚げていきます。鶏のささみを煮たお湯をそのまま使います。このまま使ってまずは人参から茹でていきます。鶏を茹でたね、お湯を使うことで鶏のエキスが出ていますので、野菜にも鶏のエキスが染み込んでとても美味しい野菜が、ね、出来上がるんですよ。人参がね、柔らかくなりましたら、次に玉ねぎを入れます。こちら、玉ねぎと、あとはブロッコリーの茎の部分をね、入れていきます。茹でる時間がね、かかるものから先に湯がいていくととてもね、いいですね。では、最後にブロッコリーになります。では、野菜がね、柔らかく茹でるまでに先ほど茹でた鶏のささみを食べやすい大きさにほぐしていきたいと思います。こういうようなもののところをですね、こういう形で食べやすい大きさにぜひほぐしていってあげてください。はい、すべて柔らかくなりましたので、ではね、お湯から野菜を取っていきたいと思います。火を止めます。スープはまたこれから使いますので、野菜だけで取るようにしてください。はい、全部引き上げましたら
また軽くね炒めていきたいと思います。ではですね、茹でて柔らかくなった野菜を軽く炒めていきます。油で炒めることによって少しねコクが出てきますし、またオリーブオイルを使いますので、便秘のね赤ちゃんも非常にね効果が高いと言われているオリーブオイルですので、もし便秘の赤ちゃんがいましたらぜひ使ってみてください。はい、そうしましたら先ほど茹でて食べやすい大きさになりました鶏のささみから軽く炒めていきます。次に先ほどのお野菜です。もうですね火がね通っていますので、もう火は通っていますので軽く炒めるだけで大丈夫です。ここに先ほど茹でて残しておいたこの野菜スープを 80ml 入れていきます。でここに鉄分とカルシウムがたっぷり入っているレーベンスキッズミルクを入れていきます。今日は2さじいきます。はい、レーベンスキッズミルクが溶けましたらこれでメニューの完成です。ではね器に盛り付けていきたいと思います。これで先ほど刻んでおきましたパセリをですね入れていきたいと思います。もしチーズがね大丈夫なお子さんには粉チーズを上から振ってあげるともっとですね美味しいシチューになるかと思います。はい、これでカルシウムがたっぷり取れるささみシチュー、鶏ささみシチューの出来上がりになります。簡単に作れますので、ぜひね試していただきたいと思います。